皆さんこんにちは、エペボーチャンネルです。いつもエペボーへの投稿、エペボーチャンネルのご視聴誠にありがとうございます。さて、今回はご常連の、なりきんボードで有名な、なるかさんからですね、大幅にアップデートしたというですね、ボード、投稿いただきました。誠にありがとうございます。新年の挨拶とともにですね。で、今回ちょっととっても気になる情報がんですけども、今回あの SD-1 ですね、アニバーサリーモデルを購入されたということなんですけど、ノーマルと引き比べて音が違いすぎたのでアニバーサリーを採用しましたっていうことなんですけど、ボスさんからリリースもらった時は特段音が変わってるっていうのは書かれてなかったんですよね。でもなるかさんは試奏されてみたら、個人的にアニバーサリーの方が下が出て上が少し落ち着いているのでバランス良い音になっているように感じますということなんですよね。で、これはまあ生産された国とか時期によってね、多少違ったり、エペボーさんのようにね、1983年製のね、ヴィンテージモデルとか持ってる人はですね、違いがまああるかもしれませんけども、最近のモデルでそんなあるかなと思ったらですね、 YouTube の方にもね、やっぱり気になった方がいるようで、リンク貼っておきますけども、引き比べされている方がいるのでリンク貼っておくので、ぜひ皆さんもチェックされてみてください。まだ楽器屋にあると思うので、ぜひ引き比べしてみてくださいっていうですね、とても面白い情報、気になる情報をいただきましてありがとうございます。でもね、7000台限定なのでね、結構各店でね売り切れちゃってるみたいなんですけどね、もし見かけましたらぜひ聞き比べエペボーさんもしてみたいなというふうに思いました。なるかさん、いつも投稿誠に、また今回貴重な情報誠にありがとうございました。楽しいなエフェクター、ありがとうございます。